こんにちは。新生活保護についてね、たくさんのコメントありがとうございます。特にコメントを差し止めるつもりはありません。ただ私はね、今の生活保護の水準だと、とてもじゃないけども健康で文化的な暮らしを送れないじゃないかなっていうことで、私がね当事者だとしたらいくらかかるのかなってことを目安にお話しております。まあ例えばね、まああまりね、私の個人の所得のこととか消費金額のことを言うと、それはそれでね別の問題になっちゃうんであんまり言いたくないんですけども、私とてもじゃないけどもね、毎月30万では暮らせないですよ。今の暮らしを全然維持できないです。もともと私もマイナス100万のところからマイナス月100万からですよやってきましたんでね、徐々に上がっていって、プラマイゼロになって、プラス5万の暮らしになって、プラス10万の暮らしになって、プラス20万の暮らしになって、プラス30万とかね、なってきてですね、毎月の所得が、まあ、今ね毎月毎月20万とか30万っていう所得でやってるってことはないですけども、消費金額も結構増えましたんでね、一戸建てを持って車を何台か持って、で、子供も生まれてってなると、特に私はね、私の主観での贅沢っていうのはまだしてないですけども、ありがたい暮らしだと思いますけども、ただねやっぱりそうは言ってもね、なんかここまで言っていてあれですけども、働いてる方もね、生活保護の方も切り詰めないとやっていけない暮らしって、これ健康で文化的なんですかね。私はそこはね共通の認識だと思うんですよ。なのに生活保護の金額が例えばね30万っていう妄想を私が抱いたら、働いてるこっちがバカバカしくなるっていうのは何なのかなと思っちゃうんですよ。もう分かるところもありますよ。でも働いていて月収100万の人が月収30万のね生活保護の人に対してけしからんと思うかなってことなんですよ。あくまでも自分の所得とか自分の選んだ仕事による収入を基準にしていくと、自分よりもね高いとなんかこうけしからんという論調になりますし、何なんですかねやっぱり、まあ、こういう言葉もありますよ。財源をどうするんだってことですよね。これもちょっと大きな間違いで、生活保護費の財源は別に税金から捻出しなくてもいいわけなんですよ。ね、何でもかんでも集まった税金を分配して国が成り立っていると思ったらちょっと大間違いで、税金には税金の役割があるんで、なくなりはしないです。税金はね絶対にあるんですけども、ただね税金が国家運営の財源になっているって考えはそろそろもう離れた方がいいと思うんですよ。そんなことは全くないですからね。で現在の年金にしても医療費にしても、税金の分配によって十分運営できているかというと運営できてないわけなんですよ。だからその問題はね、また MMT とかをはじめとする財政論で語っていきたいと思いますんで、基礎的な知識がある方はそちらの方の動画をご覧いただければと思います。あくまで基礎的な知識ですよ。基礎的な知識がないとこれ分かんないと思いますから、これね決してバカにしてるわけじゃなくて、物事には段階があるんでね。だからやっぱり財政論っていうのは経済もそうだし国債もそうですしね、金利ってものを、まあ、そこそこ理解した上じゃないと何を言ってるのか分かんなくなっちゃって、なんか変なこと言わずにもうダメなんだってことね、宗教みたいな話になっちゃうんですよね。まあ宗教の話にかぶせていくとまた宗教がどうかって話になりますんでね、ちょっとまあいろいろとぐちゃぐちゃになっていきますけども、もう一回最初から話しましょうか。生活保護費が30万とかになればいいなと思うのは、健康で文化的な暮らしを送るために必要最低限のものって今ねそのぐらいのものになってると思うんですよ。じゃあ手取り15万で頑張ってらっしゃる方ね、そういうお勤めの方に言わせますと、じゃあその方は健康で文化的な暮らしを送れてます？15万で不満があるでしょ。不満があるってことは健康で文化的じゃないんですよ、ね。お父さんお母さんのための介護の費用ってちゃんと払えてますか？子供たちにきちんと、お小遣いあげたりとか習い事十分させてますか？でご自身は自由で活発な人生を送れてますか？何かを我慢してるんじゃないですかね。最近大好きなアニメの DVD 買ってますか？なんか知んないけど節約して無料のものとか安いものに走って時には握ってみたりとかしてませんか？それは楽しみでやってる分はいいんですけども、そうせざるを得ないという環境っていうのはもうすでに健康で文化的な暮らしじゃないと思うんですよね。で自分がそんなに切り詰めてるのに生活保護の人が働きもしない、自分と同じ労働してないのにお金をもらうのはけしからんって論調がありますけども、私ね生活保護の人には生活保護の人の不満があると思うんですよ。だってやっぱりね働けることの尊さとか職場があるってことのありがたさっていうのがもう選べないわけですよ、気の毒にもね。そう考えたらお金をもらってはい終わりではないんですよ。お金をもらって幸せってことはないです。社会参画ってものがなかなかね、例えば10万とか15万の生活保護ではできないんですよ。じゃあ社会参画って何かなって言ったら、職場があることとか趣味のグループがあることとかね、そういったもんなんですよ。
でも生活保護の方って切り詰めるがあまりね、友達とお茶にも行けないですよね。ランチに誘われても行けないですよね。移動手段も歩きしかなかったり自転車だったりするわけですよ。行動範囲も限られてきて、自然と情報とか視点ってのも限られてきますし、中にはねスマートフォンの費用も出ないから持ってないって方もいらっしゃるんですよ。完全に行き詰まっちゃいますよね。じゃあそれでね、そういうふうな切り詰めさせるような生活保護費が何かを生むかって言ったら何にも生まないと思います。じゃあ仮に30万とかっていうのを提供することによって、30万は私は高いと思わないですけどね、決して30万を提供することによってね、いやその30万の中で人付き合いができたり、おしゃれをして近所のねアパレルに通ったりとかする、いいじゃないですかね。アパレルさんとの関係ができて、あこんな職場でも頑張ってらっしゃる方いるんだなってなったりとかね、うん、じゃあいつもの格安スーパーじゃなくってたまにはね外食してみたら、あこういうふうな外食ってこういうふうなお料理が出てるんだ、料理に興味持ったな、で自分のやる気が出てきたりとかでもいいと思うんですよ。なんかね結局ね切り詰めて何の行動範囲も与えられない暮らしで、社会的にも私はね損害を出してると思いますよ。でそれこそ今の生活保護制度だったら、あの新しい価値観を生み出すこととか、新しい交流を、そして新しい消費をその中で生み出すことって私不可能だと思うんですよ。じゃあですね、今の生活保護費にプラス5万円の余剰資金ってものを特別に与えたとしたら、その5万円っていうのは必ず消費しますよね、その方は。じゃ消費する中で生まれる人間との関わりとか新しい学びとかね、それから消費するってことは企業の商品が売れるわけですから、企業もデフレ脱却して儲かるじゃないですか。そしたらその企業に勤めてる方の給料上がるじゃないですか。結果的に働いてる方の不満っていうのは消える方向に向かうと思うんですよ。だからね、瞬間的に取られるんじゃなくて、じゃあ生活保護費が30万でも40万でもいいんですけども、それがね10年とか20年続いたら社会はどっちに向かうか、潤う方向に行くと私は思うんですよね。じゃあその財源は何だとかね、あの将来世代に付けを回すんじゃないかっていうのも、もう全く前提が違うんですよ。あのすでに税収で国家運営をしている時代は終わってですね、私たちは考えを変えなければならないんですよ。それはこの国家運営っていうのは過度なインフレにならない限りは、あの国債で賄えるってことなんですよ。だからこの国債の勉強はまたね別の機会にしようと思いますけども、まだまだね日本はね財政的に強固なんですよ。特に世界一の金持ちです。日本というのは金が余ってるんですよ。対外貸し付けが300数十兆円あるわけですよ。だから日本人の人口がね、単純に考えてですよ、単純にですよ、また細かいツッコミやめてくださいよ、単純に考えて日本国民全員がですね、全く働かずに何年かやっていけちゃうんですよ、うん、でそういう現象なんですよね、うん、だから GDP とか考えたらまたね厄介なことになりますよ。モラルとか持ち出したらまた厄介なことになりますけど、シンプルに考えてですよ、360兆円以上の対外貸し付けがあるってことは、だって今一般会計の予算が100兆とかでしょ。で3年以上日本人の誰も働かずにその対外貸し付けだけで食っていくことができるんですよ。でアメリカは1000兆円以上の対外債務を負ってます、借金をね。アメリカですらね1000兆円以上の世界一の借金大国なんですよ。でもしっかりとやっていけますよね。なんでかっていうと、これもねまだ話がなくなりますけども、1000兆円の対外貸し付けがあるってことは、1000兆円の国内の商品とかサービスの滞留があるってことなんですよ。ってことは物があって豊かだねってことなんですよ。だからね、借金があるから豊かである豊かでないっていう手法は単純には考えられないんですよね。っていうのはこれね、私たち個人の問題だと借金があるとちょっと苦しいですよ。でも国家の国債っていうのは、じゃあ誰に対する借金なのかなとか、対外債務っていうのは実際にただお金を借りてるだけなんですかってことなんですよ。違うんですよ。お金を借りてるってことは、それに引き換えてる商品とかサービスとか、あの人材っていうのが、ね、手に入ってるってことなんで、借金を抱えた方が豊かになるっていう現象も起きるんですよね。うん、まあちょっとね話が脱線しましたけども、新生活保護にかける私の思いとしては、私自身の財政に対する考え方が大きくね変わったってこともありますし、あともう一つは小さい視点で見て、毎月30万の所得でさあ果たしてやっていけるのかなっていうふうな素直な疑問ですよ。これは働いていらっしゃる方もね、15万とか20万の手取りで十分じゃないでしょ。十分じゃないんだから、じゃあ生活保護の人の十分じゃないっていう加減も分かると思うんですよ。だったら潰し合うんじゃなくって、お互いになんか乗り切っていきましょうよっていう風な論調になるといいなと思ってますよね。で私は生活保護を受けるつもりは多分一生ないんですけども、でもね客観的に見ても
や、その金額じゃとてもやっていけないでしょって思うんですよ。なんとか今は理想論だけでもね、30万あったらどうする、40万になったらどうするってことを考えて、もしそれがね、生活保護の当事者の方がそんくらいあったら本当にいろんなことができるんだけどねって思うようでしたら、じゃあ理想論から一歩離れてですね、それを現実論に変えていくための運動を起こしていきましょうってことにもなるんですよ。まだそこまでは言ってないですけどね。ということでね、いろいろ勝手なことを申し上げましたけども、現段階では理想論です。理想論を私は語っています。でも全ての現実ってのは最初は理想論だったんですよ。空を飛びたいなってね、2000年前から人は思ってました。イカロスっていうね、青年は鳥の羽をつけて崖から飛び降りて死にました。イカロスですよね。あ、ローの羽だったかな。まあそういうことがあって、最初はね、その理想論だけでは生きてはいけない、死んでしまうんですよ。でもその積み重ねがいつかね、1000年経って2000年経って理想論が現実論になっていくということもあります。そして、ね、人は一人ではね、何にもできません。一人でできることには限度があります。でもどんな大きな夢も最初は一人の人から始まるんですよ、だからこの言葉をね、私はね、胸にね、叩かれながらでも勝手なことをこれからも言っていこうかなと思います。まあでもね、本当に久保さんが言っていただけるだけでも心が休まりますとかね、希望を持てますっていう人がいれば、私がね、100人に叩かれようとね、一人の人がそうやってね、なんかこう癒されれば、私は十分お釣りが来ると思うんですよ。ですんでこれからもね、この話題やめないですからね、もう私の言うことが気に入らない方はね、また見に来てムカムカしてくださいということでございます。今度で以上です。